にちは、柴田です。今回はギブソンの珍しいギターソネックス180デラックスをレビューいたします。なかなかね、お目にかかることのできないソネックスの180ギブソンなんですけれども、デタッチャブルになっております。珍しいですよね。こちらはですね、1983年のもの。名前についている180というのはですね、これ価格じゃないんですよ。なんとなんと、驚くべきことなかれ、180度の高温にも耐えうるギターと、マジっすかというふうな感じなんですけれども、それぐらい強いボディになっているというギターらしいです。まあ、180度の環境の中でギターを弾くことがね、まずないとは思うし、ボディは生き残っても、このピックガードとかね、このエスカッションとか、絶対とろけますよね。まあそういうね、ちょっとね、売り文句が面白いギターになっております。結構ね、ギブソンがいろいろ挑戦してて、まあ迷走していたと言われる時期ですね、その中の一つというふうな感じなんですけれども、ボディもね、これね、木じゃないんですよ。まあ木じゃないというか、圧縮剤レジンと混ぜて、結構ね、こう重量感があるんですけれども、まあ要は木のね、クズというか粉を集めて固めた。でね、驚くべきはこれね、ランクが4つに分かれてたみたいなんですけれども、このね、デラックスというのは一番エントリーのモデル。これがなんとですね、300ドルですよ。まあ、当時のね、レートはよく分かんないですけれども、まあ4、5万 ?4 万円ぐらいだったんじゃないですかね。4万円でギブソンが買えるということで、まあスチューデント的なモデルになったんじゃないかなというふうな感じでございます。ネックはマホガニーで、指板はローズウッド。でコストを下げるために日本製のパーツを使っていたと。このペグだったりとかですね、ブリッジ、これね、日本製らしいんですよ。まあ、今ではね、日本製ね、めっちゃ高いんですけれども、当時は安かったと。ピックアップもね、日本製らしいです。まずね、生音早速ね、ちょっと鳴らしていきましょう。持った感じはね、そんなね、お安い感じはしないですよ。やっぱさすがギブソン。生音もギブソンですよね。メイドイン USA ながらも日本のパーツが使われてる。割とお上品だ。結構軽快な感じ、フロント。なんでね、SG っぽいのかなと思ってたんですけど、そんな SG な感じじゃないですね。どっちかというとスペシャルとかの方に近いかな。全然悪くないですね。これがね、4万とかで売ってたら普通に買いですよ。そうか、フロントが割と、これギブソンみたいなボフっていうのがないんで、割と使いやすい。日本製のこのピックアップっていうのがあれですかね、結構ハマってんのかな、いい感じに。でオーバードライブかけてみましょうかね。
普通にありっすよね。今風？逆に今風。いました。いかがでしょうか。ソネックス180デラックス、ギブソンがねいろいろ迷っていた時期のギターではあるんですけれども、やっぱさすがギブソンです。普通にありだなという風な感じですよね。まあ、ボディがねちょっと重いのと特殊な材、まあ、そのあたりがね好みによるかなというところなんですけど、ネックはねそんな太すぎず割と今風なね、まあ、テーパーじゃないですけれども若干ねギブソンの中では少し薄めというか、まあまあ程よい感じですかね。現在千葉管楽器に置いてありますので、ぜひぜひ鳴らしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。